見た目が。めっちゃゴージャスですね。あふれてるもん。あふれてますか。あふれてます。見た目が。うわ、いい匂い。これ。え、すごいですね。ボリュームが。あふれちゃってるよいいんですか、いただいて。はい、花輪さん、上がってます。いただきます。うまい。うまうん。本当に、この。美味しい。 マヨソースだな。いや本当においしい。ええ、うん、そう、気になるんですよ。このガーリックがね、合わせてあるペッパーマヨソース。アンチが。どうですか。遅れてガツンときました。ガーリック。うん、ご飯エビの方から。今から仕立ての方から、どうぞ召し上がりください。ソースもね。ソースが絶妙なんですよね。ねいいねうわ、おいしい。抜群。<laughs> パンパックですよ。なんかついてます。<laughs> ソースつけてめっちゃ。いい感じでした。本当だ、めっちゃついて。めちゃいい感じでした。めちゃめちゃうまい。めちゃくちゃ美味しい。もううまい。<laughs> うん、食べてないのにもう美味しい。すみません。<laughs> 一人より早くて。<laughs> うん、美味しい。照り焼きはもう外国の方からも大人気ですからね。うん、ぜひ、これは挑戦してほしいですよね。うまいな <laughs> あの。 万島吹さんを万博な感じになってますから、ままま、い, <laughs> いいですね、めちゃくちゃ <laughs> いやついちゃうぐらいでかいんですよ、バンズがバンズじゃなくて、中の,なんかのお肉がはいそうなんです、このねこんなはみ出てるんですもんすごいですバンディとかレタスとかもね、大きくはみ出してるのがやっぱりこの魅力の一つでもありますが、うん、万博の方がいいんです、うんうん